セオ・トラビスは、イギリスのサクソフォン奏者、フルート奏者、作曲家である。グループはまだ、レガシーという設備語を使用していた2006年から参加したソフトマシーンのメンバーとして、また、1999年から2010年までゴングのメンバーを務めたことで、最もよく知られている。トラビスは、ショスタ・コービチの作品を専門とし、マンチェスター大学から、 音楽の学位を取得した。主にジャズの分野で活動するバンドリーダーとして11枚のソロアルバムを作成し、ほとんどの作品を作曲しアレンジした。しかし2003年のアルバムスローライフは彼一人のパフォーマンスでありながらトラビスフリップとしてのその後の作品を予感させるループを採用したアンビエントアルバムとなっている。 彼は、ジョン・フォックスや、ロバート・フリップとのトラビスフリップの片割れとして、彼自身と他の誰かのコラボレーターと共にクレジットされた同じくらいの数のアルバムを作成している。バンドリーダーとしてのトラビスのアルバムで、彼は数多くのジャズミュージシャンと共演してきた。これらには、2007年のアルバム、ダブルトークにおける、ギタリストのマイク・アウトラムとオルガニストのピート、 ウィッテイカーが含まれている。このアルバムにはベーシストが存在していなかった。ウィッテイカーの独特なキーボードスタイルには、左手でベースパートを演奏することが含まれていた。ロバート・フリップもこのアルバムの2曲にゲストとして参加し、そのうちの1つはトラビスと共同で作曲された。他の共同作業に従事していたため、トラビスは8年間、ジャズのアルバムを録音しなかった。 2015年にそれを行おうとしたとき、彼はこの2007年のアルバムにちなんで新しいバンドをセオ・トラビス・ダブル・トークと名付けた。この新しいバンドにはアウトラムと一定ーの両名が再び含まれ、ドラムにニック・フランスが追加された。1993年、トラビスはベーシストのデイブ・スタートと一緒にジェイド・ウォリアーのアルバムディスタント・エコーズを制作した。後に、 バンドの2008年のアルバム、Now でも、再び両名が制作に携わっている。それは偶然のコラボレーションを証明することだった。このペアは4人組フュージョンバンドのザーザーサイドでも共演し、1994年にアルバム Dangerous Days をリリース。1999年以降、サイファーというバンドで様々なゲストミュージシャンとコラボレーションを行った。その中には、 校舎の即興演奏で3人組ライブバンドのオーケストラ風ラやより一般的な7人組ロックバンドのビルネルソンジェントルマンロケティアーズのビルネルソンもいた。デイブ・スタートはトラビスフリップの2014年のアルバムディスクレッションでミックスエンジニアも務めていた。2006年トラビスはソフトマシーンレガシーに参加した。これは ソフトマシーンのメンバーと作品に基づいたプロジェクトで後期の楽器起草シャイルトンディーンの後を受けて加入した。2008年以来、彼はギタリストのロバート・フリップとのデュオであるトラビスフリップで協力し、これまでに4枚の CD をリリースし、ヤムライブからダウンロード作品として3本のライブコンサートをリリースしている。トラビスはまた、 スティーブン・ウィルソンと幅広く協力しており、彼のレコードを15枚で演奏し、ウィルソンはトラビスのリリースした6枚をミックスした。トラビスは、ウィルソンのグラミー賞にノミネートされたアルバム、グレース・フォード・ローニングにおける注目のソリストとして広く知られるようになり、彼のツアーライブバンドの一員を務めている。2014年にキックスターターの資金を使用して、彼は、 トゥワイスアラウンド・ザ・ワールドスティーブン・ウィルソンツアーブログズ2012から2013という本を自費出版した。この本にはトラビスのフェイスブックページで以前に公開されたエントリーが含まれており、それが再編集され、ツアー写真を含めた豪華なものに仕上がっている。2019年4月、トラビスがキーボーディストとして、キング・クリムゾンの50周年記念ツアーで、 ビルリー・フリンの代役を務めることが発表された。しかし、5月3日、ロバート・フリップはトラビスが、バンドに参加しないと発表した。トラビスは、ハロルド・バットベース・コミニオン、バーント・フリードマン、ゴング、ノーマン、ポーキュパイン・ツリー、タンジェント、デーブ・シンクレア、リチャード・シンクレア、デビット・シルビーアン、デビット・ギルモアとも共演してきた。彼は、ジャズ、アンビエント・ミュージック、 プログレッシュブロックのジャンルにとって重要な存在となっている。トラビスのアルバムビューフロムザエッジはジャズオン CD の評論家、読者投票によって1994年のベストブリティッシュジャズ CD に選ばれた。ありがとうございます。